大相撲特別企画15日目千秋楽それいけ若元春スタートです。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画をご視聴いただきお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また大相撲特別企画への温かい応援重ねてお礼申し上げます。動画の高評価ボタン、チャンネル登録していただけると大変励みになりますのでどうぞよろしくお願いします。はい、若元春ですね。はい、今日の目玉は、伯桜鵬と豊昇龍戦ですね。北勝富士はもう優勝決定戦の方向で動いているようですが、では克行さんの呼び出しからやります。西若元春、それは省略です。あの玉次郎さんので掛け声も後でまとめてやりますが、あ、そうか、浅之助さんの上穴は西方関脇若元春、福島県福島市出身荒汐部屋、それはあるんですけど、豊昇龍と伯桜鵬が気になりますね。でもなんかどうなのかな、伯桜鵬が勝つ予感が しなくもないんだけど、とりあえず若元春の取り組み動画を撮ります。あ、浅野山か、浅野山だ。浅野山、東か、ちょっと分かんないな。そうか、浅野山だったか、浅野山だ。間に合うかな、ちょっと順番バラバラになっちゃったけど、あー、ダメだ。ちょっと今日は誰と対決するかちょっと把握してなかったから呼び上げ省略します。浅野山だったな。ああ、そうか、初ガムなのか。若元春が9勝5敗いけー、若元春勝ち越し。ああ、残念、9勝6敗か。あー、残念。浅野山だ。じゃあなんだっけ、じゃあ待ったなしは次手をついてよ。で、例のやっとあの最近特徴をつかみつつある玉次郎さんの掛け声は、はい。で、浅野山が勝ったので勝ちなのに省略です。はい、というわけで、15日間にわたってなのかな、ほぼほぼ、15日間にわたってお届けしてまいりました、大相撲特別企画それいけ若元春は、これにて終了となります。いかがでしたでしょうか。やはり15日間同じ企画を、保ち続けるっていうのは時には、エンジンが、エンスト状態になったりとか、そういう、山場はあったんですけれども、どうにかこうにか、やり通すことができました。
来場所は、誰にスポットを当てるかとか未定ではありますが、おいおい考えて、企画を実施していきたいなと思っています。はい、あ、そっか、今日の応援団は、右から大きいゼニガメのカゲルくん、そして真ん中は目覚まし時計のピカチュウ、そして一番左は、ゼニガメのサンシくん、以上ポケモンで統一していました。はい、2週間、ご視聴いただきまして誠に誠にありがとうございました。今度は9月の10日から東京で開催となる、開催予定ですよね。というわけで、15日間にわたってお届けしてまいりました、大相撲特別企画ソレイケ若元春、これにて終了となります。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。動画の高評価ボタン、チャンネル登録引き続きよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。Thank you.